リーグ中断の2月は延岡市で19日間のキャンプを行っているマイナビ仙台。現在の順位は3位。初代女王、神戸の牙城を崩すべく、前半見えた課題、とりわけ得点力アップに取り組んでいます。ここからはさらにこう高い位置でボールを奪うっていうところにね、ゴール守るだけじゃなくて、ボールを奪って相手のゴールを目指す。積極的にコミュニケーションを図っていたのが、背番号10番を背負う中島恵美。神戸から移籍し、今シーズンマイナビの柱として早くも欠かせない存在となっていますが、彼女もさらに上位を狙うには、ゴールを狙う貪欲な姿勢が必要と語ります。シュートに、ゴールに関わるプレーをたくさんしたいなというふうには個人的に思います。やっぱり上手いだけじゃなく、やっぱり体張ってとか泥臭さとか戦えるやっぱりチームになりたいなというふうに思います。ハッピーバレンタイン。取材した14日はバレンタインのサプライズも。さらに結束を深めたマイナビ仙台はリーグ再開最初の試合で現在首位神戸との直接対決に臨みます。